大地さんこんばんはです。今回ミルクインサイダーバックオブミルクインサイダーバックオブミルクっていうねゲームをやっていきたいなと思います。日本語に訳すと多分牛乳を買いに行こうかな。これをやっていきたいと思います。うつゲートだけは聞いてましてあります。名前を入力してください。これひらがなにできない？できるよね。じゃあ私の名前リテと申します。よろしくお願いします。お店へと向かう道中、私は人と話す練習をしている。そうなの？外に出るのが久しぶりすぎて、普通の人がお店に入ってからどう話すものなのかを忘れてしまっていた。あー、引きこもりなんだ。同じだ。あー、何？私は今お店に向かっているところ。え？あんた誰と話してるの？何黙っていけって。自分が何かのゲームのキャラクターだったらって考えてみてるの。そうすることで自分の考えが整理されるかもしれないから。ゲームって？え、何この沈黙は。そうだな。キャラクターが何を考えてるか見えるゲームってあるでしょ？画面中に文字として表示されるようなやつ、わかるかな？いまいちわかんない。だからもし誰かが私の頭の中を覗いてるなら、余計なことを考えすぎるように気をつけないといけないと思って、あはは、あー、なんか、思考を読まれないように、なんか、自分の考えてることを、なんかその、少なくしようみたいな。それ、統合失調症の初期症状じゃないですか。僕それ医者に行ったらそれ統合失調症ですよって言われました。深く息をつく。すいません、止まってる。ダメだ。なんて言うんだっけ。予行演習19回目。また失敗。イライラして唇を噛む。よし、もう一回。すいません、あれが欲しくて、あとちょっと。ありがとう。これでも結構頑張ってるんだよ。でも今回巣の音がいつもより高く聞こえたような。いいじゃん、さ、どうでもいいよ。こういうこと？どれ？すいません。あ。誰がどう喋ってるのかわかんないな。こんなみっともない喋り方してたんだ。ああ、もう喋らない方がいいのかもね。気にしなくていいって。バカみたいだね、失礼じゃない？うん。そういえばこの1分間ずっと左足はアスファルト、右足は芝生の上を歩いてるけど、どういう状況？え？右足は空でピタリと凍りつき行き場を失った。空かな？どれくらい？アスファルトの上の50歩、芝生を51歩かな？よくわかんない。さっきの一歩はやり直しておいた方がいいんじゃない？え？どういうこと？ニヤニヤ。え、全然このゲームの意図がわかんないんだけど。どういうこと？今日が初めてじゃないよ。え？前にもやり方を教えたよね。いい感じにしてよ。あんたどうしようもないね。いや、なんかさ、上のやつはさ、なんか嫌だな。いいか、なんか、嫌な先輩っぽくない？なんかさ、それ前も教えたよね。もうちょっとさ、さすがにそろそろ覚えてくんないと、みたいな。そういう先輩いるかもしんないから、下にします。笑わないでってば。はあ、じゃあ最初から行くよ。そうね。初めの一歩は一つ下がって、自分の足跡のところに正確に足を踏み入れる。待って、初めに一歩って何？一歩進めってこと？は？って、いや、こっちははなんだけど、どういうこと？つまり一歩進んでこれで52歩目ってことね。でも待って、前に一歩とは限らない。逆に下がると考えれば50歩目？ああ、もう全然意味わかんない。本当に意味がわかんない。分かったから。言い方が悪かったね。50歩目。一つ下がって自分の足跡のところに正確に足を踏み入れる。ね、少しは分かりやすく言い換えるものじゃない？一言一句変えずに繰り返すだけなんて普通の人はそんな風には喋らないよ。あんた本当にどうしようもないね。なんかちびまる子ちゃんみたいだな。そんな私が悪いみたいな言い方。ほら、定時間でお店閉まっちゃう。牛乳買えなかったら本当喋らないよ。なんか牛乳買いに行くゲームらしいからね。うわ、本当だ。さあ早く行くよ。うん。青々とした草むらをじっと見つめながら慎重に足の位置を戻す。え？お店に入って一番最初に目に入った人に声をかけてみる。すいません、誰？人じゃないな、お前。青。すいません、何ですか？青。少なくとも人じゃないってことが分かった。すいません、何ですか？青。丸かもしれない。すいません、何ですか？ゼロかもしれない。すいません、何ですか？ああ、だんだん声がでかくなってない？すいません、何ですか？おう。ねえ、やめといた方がいいんじゃない？
この人どう考えても折れてくるのそうだし無限ループになるだけだよ。すいません、何ですか。おう、え、ループしてる。怖いよちょっと。すいません、何ですか。おう、すいません、何ですか。おう、何ですか。おう、何を伝えようとしてるんだろう。怖がらせようとしてるんじゃないかな。でもどうして私が王の文字が怖いことを知ってるんだろう。王の文字が怖いの、どういうこと。何がそんなに怖いの。その文字を想像した瞬間にすごく怖いイメージが思い浮かぶの。丸恐怖症みたいな。今から見せるね。ちょっ、あ、怖いかも。確かに怖い。ちょっと待って、怖い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 。ちょっとごめん、画面隠してる。あ、確かに怖いね。あ、分かった。ありがとう。でももう二度とやんないね。こんな感じ。だから何を言われたら余計なことを考えないように聞こえないふりをしてるんだ。何ですか？おう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 。拳をぎゅっと握りしめて覚悟を決める。おう。おう。消えた。私と話していたものを震えながら這うように逃げていった。言ってたことをそのまま真似してただけじゃん。うまくいった。普段からこれくらいやってよ。ちょっと待って。這うように言って言ったけど、でもあれ本当に這ってた？でも本当はそっちの方見てなかったんだよね。本当にそんなこと言ってた？今さっき言ったじゃない。私は聞こえなかったけど。話そらさないでってば。私の言ったことが画面に表示されたはずなんだけど、え？そうかな。陳列棚の前に立つ。棚にはビニール袋に詰められた牛乳が並んでいる。私たち二人はまっすぐ立っている。でも牛乳は横たわっている。でいい？それとも。ちょっと一旦落ち着こう。ここに何しに来たのか覚えてる？牛乳を買いに来たんじゃないの？牛乳を買いに来た。そうだよね。そう。じゃあ買おう。ここで？ええ、その質問にどういう答えを想定してるの？ここじゃないとか言われると思ったかな。いや、これ下は違うな。ここじゃないね。牛乳の袋を持ってレジに行こうか。上に行こう。上にしよう。一言目、一言目？なんていうか当てちゃったね。は？でも今、君はわざとここじゃないって言ってから、間を置かずに次のことも言ったよね。なんていうのか、さっきみたいに予想する間もがなかった。また会ったかったのに、そうやって私のささやかな幸せすら奪うつもり。どういうこと？ため息をついてから牛乳を掴んで取る。せっかくには牛乳の中に入った袋を。もっと正確には、袋の中の牛、は？袋の中の牛乳が中に入った袋。袋が、は？待って。袋の中の牛乳が中に入った袋。ああ、わかったわかった。オッケー。掴んだわ。もっと正確、ちょっともうこれ以上ややこしくしないで。牛乳が中に入った。牛乳が中に入った袋の中のえ？それ牛乳2本買ったってこと？もっとせっかく、ちょっと待って、え？袋の中の牛乳が、袋の中の牛乳が、中に入った袋の中の、もういいや。もっとせっかくには、いや、あ、ちょっと、もうわかんない、もうわかんない。もうわかんないっす。あぐらじ行け。閉店まであと15分急がないと本当だよ。こういうゲームなんていうのか思い出した。ビジュアルノベルだ。僕、こういうゲームやったことあんまりないかもしんないね。まどろみトラベルはちょっとやったことあるかな。てか、やったことあるけど。まどろみトラベルもビジュアルノベルなのかな、わかんない。つまり、15みたいにさっきから数字は全部漢字で表してるよ。確かに。15じゃなくて、いちいち漢字で書かなきゃいけないって、ビジュアルノベルってもしかして不便？でも数字が大きいときは漢字の方が読みやすそうだよね。確かに。ちょっと待って、こっちのセリフを文字として見てるの？おう。今はもう見えてるから言葉遣いには気をつけてね。えへへ。とにかく聞いて。急がないと。このまま家に帰ることになってもしょうがないでしょ。もう走ってるって。あ、すいません。牛乳をください。こいつの人間じゃないな。もう、あなた、持ってる。あ、ください。私はレジにずっしりと重たい袋を置く。もちろん袋だけじゃなくて牛乳も一緒に。返してもらってもいいですか？ダメ。え？お金払わないから？お願いします。ダメ、ダメ。本当にお願いなんです。牛乳を買わないで帰ったらママに窓から捨てられちゃう。窓から捨てられちゃう？ダメー！なんで？どうして？もっとください。でも他には何も持ってないんですよ。ねえ。何ですか？お金のこと言ってんじゃないの？
お会計はそうだよね。お会計は？あはは、ほんと君がいないと私どうしようもないね。ポケットからくしゃくしゃになったお金を取り出してレジの人に渡す。彼はそれをまじまじと見つめている。その二日ほどが過ぎたところ、は？二日ほどが過ぎたところで彼は満足げにうなずいてレジにお金を入れた。二日経過したってるけど。ありがとう。いつもの道を歩いている。この道の先にはガソリンスタンドがある。手に伝わってくる牛乳の袋の不快な重さ。治療を受けている時のあのいつもの嫌な感じを思い出す。治療？あ、そうだ。さっきレジ袋からもらったから、別の袋の中に入って牛乳の袋を持ってることになるね。ちょっとよくわかんないっす。その変な顔しないで、入れ子になってる分が好きなだけだから。入れ子？入れ字？なに？ガソリンスタンドが近づいてくる。気分はどう？お気遣いありがとう。あ、ね、私、1マイルのアイスクリームになるの。1マイルってなんだっけ？なんかマイル。動物の森か。なんかマイルっていう単位あったよな。どういうこと？今言った通りだよ。気になるからちょっと詳しく教えてよ。ほら見て、大気中で私が占めている体積のうち、水と牛乳の比率が大体30対1ぐらいでしょ？まあ、アイスクリームとしての状態はちょっとあれだけど、でも食べるんじゃなくて飲むんだったら別かな。つまりお店からガソリンスタンドまでの距離が、てか道がアイスの棒で、ガソリンスタンドから家までの道がアイスってこと。は？今日のお使いで歩いた道全部が私の体になるの？ちょっと何言ったらわかんないっす。簡単な算数だね。そうだね。はは。足元では様々なものがうごめいている。アスファルトの粒、ガソリンの染み。キモいな。懸命にバランスを取りながら歩く。普通の人は都会のビル群みたいに凹凸な、デコボコ？デコボコなこの道をどうやって歩いているのだろう。慎重にかかとを靴下を意識して、歩いてきた、靴元？靴下だよね。歩いてきた道のように1メートルずつ数えていく。目を閉じて集中する。え、目閉じちゃダメじゃね？前見て。え？さっと横に一歩。無意識に踏み出していた瞬間、巨大な熊が気を荒々しく涙立たせながら私の目の前を横切った。熊？ちょっと私が歩いてるのが見えないの？通り過ぎていくその巨大な何かを緩めきながら覗き込む。その赤い目は嘲笑うようにこちらの覗き返してくる。今の見た、ズーズーシーンにも程がある。お前がズーズーシーンじゃないか。トラックだよ、あれ。え、ほんと？確かによく考えてみたら頭の後ろ側に目がある熊っているのかな。ああ、そういうこと。死んでたかもしれないんだよ。まさか牛乳の袋を持っているだけの陽気な少女は誰かが本気で殺そうとすると思う？あんた病気だよ。世界ってのは残忍で物騒なものなんだよ。上は良くないね。ちびまる子ちゃん奉仕だよ、これは。世界ってものは、まあ下じゃない？私は君のような世界にはいないんだよ。どういうこと？帰り道は続く。考えてみると、店からの道には面白い性質がある。変わった方法で私に合わせてくれるのだ。急いでるときは信号は気を利かせて全部消えてくれる。消えるのはまずくないか。泣きたくなったら雨雲が現れて涙を隠すかのように雨を降らせてくれる。へえ。ちょうど今私の頭上には少しずつ雲が集まってきているようだ。悲しい。それ本当に起こってることだと思ってるの？それ以外なんだっていうの？全部自分の頭の中だけの妄想だって考えたことはないの？もう上にしとっか。薬の説明書にはそんなこと書いてなかったよ。何の病気なんだ？やっぱりこの薬も私には効かないんだ。薬は関係ない。あ、やめて、お願い。家に帰って寝たいだけなんだよ。君には本当に、本当に感謝している。でもお願い、もうこれ以上は。いや、明日。いや、現実を受け入れるべきだでしょう。やめて！現実を受け入れるべきだ。いや。現実を受け入れるべきだ。やめろ。現実を受け入れるべきだ。あー、発狂した。わー、びっくりした。音。どうやらリテは全然ダメみたいだね。え？次は別のやつでやってみることにするよ。え？終わり？また君、え？怖い。今度こそまたうまくやってくれるといいんだけど。え、あれで、あれがエンディングなの？あれ、一つのエンディングなのかな？え、どういうこと？ちょっと待って、よくわかんない。
まあ多分あれが一つのエンディングなんだろうな。じゃあ次はちょっと違うルートにしてみるか。じゃあ黙って池にするか。あの使い手伝ってくれるんじゃなかったの？深く息をつく。すいません、ダメだ、なんて言うんだっけ。公園市19階、また失敗イライラして口見ようかも。これさっきと同じな。よし、もう一回。すいません、あれが欲しくて、おう、あとちょっと。ありがとう、これでも結構頑張ってるんだよ。でも今回は巣の音がいつもより高く聞こえたような。これさっきも同じだな。どれ？あれ？これさっきと同じだな。バカみたいだね。笑わないでお願い。あ、これもさっきと同じだな。え、これ、同じじゃない？今日が初めてじゃないよ。あ、前にもやり方教えたらいい感じにして、これにしてみる？覚えてないって。今にも声上げて泣き出しそうになる。はぁ、じゃあ最初から行くよ。そうね。初めの一歩は一つ下がったら自分の、ああ。また最初戻っちゃった。は？一歩進んでこれで52歩。これさっきと同じだね。一つ下がって自分の死、後のところに育成か関心を見える。これ、同じだね。まだ本当にどうしようもないね。だからルート分岐があるんだろうな。お店閉まっちゃう。本当おしゃれなんだよ。早く行くよ。慎重に足の位置を戻す。声をかけてみる。すいません、あ、で、これでさっき、おうって言うんだ、この人は。人じゃないけど、多分。ちょっと一旦待って、ここに何しに来たのか覚えてると。そう、じゃあ買おう。で、ここでルート分岐が来て、え？あー、もうイライラするな、にしてみる？あ、さっきここじゃないね、なんて言ったっけ？まあ、イライラするな、にしてみるか。はっ！なんすか？どうやらリタは全然ダメみたいだね。次は別のやつやってみることにするよ。イライラしちゃダメなんだ。これにすると、あ、また君なんて言わなくなった。かかと靴下意識して、前見てと。で、トラックがあるんでしょ？クマじゃないよね、これ。赤い目って、ブレーキランプみたいなやつでしょ、多分。ブレーキランプで合ってる？車よくわかんないからさ。あんた病気だよ、合ってると思う？下だと思う。いや、でも、あんた病気なのにしてみるか。やっぱダメか！そうだよ、そんな気したわ。ルートミスったらこうなるんだ。で、あんた病気だよにしたらダメだったんです、さっき。世界ってのは残忍でも物騒なものなんだよ。私は君のような世界にはいないんだよ。信号か。考えて店からの合わせてくれるのだ。これも最初見たな。本当に怒ってることだと思ってるの。一応セーブしとく。一応ね。これ、点々点にする？あのね。何？私はビジュアルノベルのキャラクターだから、今これを読んでる人なら誰でもいいから話がしたいの。僕のことですか？まあ、あんたがそう言うなら。両手などを押さえつけながら思考をブロックに切り分けて整理する。しかも足に小さなベンチがあることに気づく。なんて読むのこれ。ビジュアルノベルのモノローグをするにはもってこいの場所だ。近づいてひどく重たい牛乳の袋を近くに置き空を見上げる。早く帰れ、家に。頼むよ。これ空？何あれ？聞いて。あ、改まるとちょっと照るね。はは。自分がおかしくなって言ってるのは自分でもわかってる。日に日に薬も効かなくなってる。だから、最後には何もかもが痛みなく済めばいい。そう思ってる。願ってる。私が言ってくれることわかってくれる？はい。
本当に？ハイジ以外だったらどうなってたんだろう。私って普通のゲームの主人公っぽくはないんでしょ？本当はね、ビジュアルノベルなんて大して読んだことないんだ、僕も。時々そういうのを読んでこなかったことを後悔する。文字や単語を認識するだけのことに今のがすごく疲れるから。あのね、君さえ良ければだけど、私の病気のことについてあまり話したくないんだ。もう話したくないんだったら話さなきゃいいんじゃない？君だけには色眼鏡なしにありのままの私を見てほしい。君は私が作ったんだけど、それでも私から君を奪わないで、ね。だからあまり深く聞かないで。わかった。バカみたいだよね。一番最初から君は私についてきて、私の妄想じみた頭の中を読んで、私のみっともないやりとりを聞いて。多分君からしたら相当変なやつに見えてるんだろうね。はは。私の目で世界を見てみてどんな感じ？あれ以来、あれがあってからさ、何もかもが赤色にしか見えないよ。確かになんか赤、え？なんか暗くなる、怖い。赤色にしか見えないんだ。あ、心配いらないよ。もう得意慣れちゃったから。正直もう他の色がどんな風に見えてたのか覚えてないんだ。色弱ってことってか、色弱ってかもう色盲のレベル？色盲ってことはあんまり良くないのだっけ、今。もういいんだ。ははお店でいろんな化け物と会ってきたけど、本当は全然怖くなかった。私は傷つけようとはしてこないって分かってるから。時々むしろ怖がってるのは向こう側なんだろうなって思う。想像できる？わかんないかな。ああ、人生って何があったのとは聞かないでね。約束できる？はいにしとくか。本当に？うん。まあ聞かないわけないよね。結局はただ一人事なんだけど、どっちにしろいつかはこのことについて話してただろうし。で、私に何があったのかそんなに気になる？いや別に。別に気にならないよ。まあすぐ終わる話だから。何に見える？わからない。本当に？うん。まあそれはともかく、私のパパだったもの、パパだったもの？過去形？少なくとも部分的には。うちはいろいろと本当に複雑な家庭だったけど、でも問題だらけって言ったって、あんなことになるなんて。ごめん、大きい声出しちゃって。いいよ、別に。パパはね、空から飛び降りて死んじゃったの。あー、飛び降り自殺か。これが私の最後の記憶。そっから長い、長い記憶の空白があるだけ。不思議、とても不思議。今日初めて何事もなくお店で買い物ができた。よかったね。初めてのお使いか。もちろんお薬のおかげでもある。だけど、それよりもずっと君がいてくれたおかげだと思う。いや、どういたしまして。ずっとプレイヤーの前でヘマはできないとか、あの人はどう思うんだろうとか考えてたんだ。ああ、なんかメタがすごいね。なんでかわからないけど、今日お店に行くのにビジュアルノベルのキャラクターになりきろうとふと思ったんだ。それがタナボタだったみたい。タナボタ？ありがとう。どういたしまして。そういえば、さっきからここに枠が表示されてると思うんだけど、うん。こっちの方が好きなんだよね。ははあ、そうなんだ。それは、任せるよ。最近ね、そんな悲しい気分になることが多いんだ。自分の人生って何なのか、そんなことばかり考えてる。パワーの一件以来。まあ、わかるよね。どうせ来る日も、うん。同じことの繰り返し。お薬いくつも試しすぎてもう何も違いがわからない。ああ。まあ、お薬でなんとかなっているうちは私は幸せかな。あはは。病んでるね。でも、ね。君がいてくれたら、から今日は特別な日になったんだ。他にも、あ、何？申し訳ないんだけど。無理にとは言わないし、ただのアドバイスなんだけどさ、家に帰ろうよ。まあ、一理あるな。そうだね。あ、復活したピピピピが。じゃあ、プレイヤーさん、帰ろうか、プレイヤーさん。僕の名前リテだよ。プレイヤーさんじゃないよ。僕の名前リテって言うんだ。自分の家の階で止まって、棚じゃない。柵か。柵にぶら下がる。これを毎日、儀式みたいに繰り返していたら、高所恐怖症を克服できた。へえ、よかったじゃん。数分前についに薬が切れたので、至福のような静寂の時間を味わっているところだ。薬が効いている間は、とても不快なメロディーが頭の中に鳴り響く。周りの音と混ざって、それはもうひどい不協和音になる。へえ。振り返って自分の家に向かって歩き出す。ちょっと、未だによくわかってない。ピストルみたいじゃない？ちょっと、やめて！怖いから。こんにちは。
牛乳は変えた？変えたよ。あ、これゲームオーバーになった時の。あ、ママ。ママ？牛乳は変えたよ。お釣りはお小遣いに含めんでいいんだよねって。はい、ママ。これ、あれなんだ。プレイヤーっていうか、主人公だったんだ。新しいお薬は効いた？これ、主人公だったんだね。はい、ママ。寝ろ。はい。はい、ママ。寝ろって、お前。お前、お前って言っちゃダメか。ちょっと怖い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 。え？終わり？これクリア？あ、クリアっぽいです。あ。なるほど。え、これでクリアなの？あ、終わっちゃった。いやー、でもなんか、他のプレイヤーもこの画面でなんか、終わってるっぽいね。でもこのゲームで分かったのが、その、精神的な病、まあ、精神疾患を抱えてる少女が、その牛乳を買いに行ったってのは分かった。つまりどういうことが分かる？みんなには。僕には何も分からないってことが分かった。だからこの後、スチームのレビューとか見て、あ、こういうことだったんだって理解します。というわけで、皆さん、牛乳を買いに行こう。いや、ミルクインサイドアバックオブミルクインサイドアバックオブミルクでした。バイバーイ。こういうテンションで終わらせるゲームでもないと思うんだけどな。ちょっと僕にはビジュアルノベルは向いてねえみたいだな。